あ、嘘ぽるわ。阿蘇駅にやってきました。熊本県出身の漫画家小田栄一郎氏が描く人気漫画ワンピースと熊本県が連携した復興プロジェクト、その麦わらの一味の銅像があると聞いてやってきました。それではご覧ください。この人が原作者、小田栄一郎。ロードバイクだって。蕎麦街道なんかあるんだ。なんて？自然薯。あ、売ってた。うん。クマがちょうど2人登場してよかった。我が家のクマ。我が家。手作り美味しいんじゃん。美味しいやろね。もうこんななんだね、やっぱ、うん、自然のやつ。
熊もいっぱいいる。マネしておしゃべり、お散歩ぬいぐるみやよ。これか。電池入ってる。スイッチ入ってる。電源入ってる。入ってない。だね。お、動いてる。こんにちは。これマネしておしゃべりや。そうよ。お。マネしておしゃべり。こんにちは。こんにちは。え、すごいな。こんにちは。じゃあ、こんにちは。いい遊びも。すごい面白いね。ゆうた。こんにちは。もういいし。なんで関西弁でしょ。知る。ね、初めて見た。カレーもある。ね。ここ食べてみる。チンジクも。ジャンボや。しぐれ煮が入ってるの。暑いね。すげえ暑いね。暑い。うわ、こんな感じ。
ちょっと甘辛くしたいのね。ドリンとこ硬い。食べれば。うまかった？濃い。まあね。マジでいいよ。一口でいっちゃった。よかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。